こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早速だけど今回のテーマは何？今回のテーマはクレヨンしんちゃんだ。霊夢はクレヨンしんちゃんは知ってるよな？もちろん、子供から大人まで大人気のアニメだよね。ああ、今回はそのクレヨンしんちゃんの嫌われキャラ7選を解説していこうと思うんだぜ。人気アニメなのに嫌われキャラなんているの？ああ、みんななかなかの嫌われっぷりだぜ。そう言われると思い当たる人が何人かいる気が。今回はなぜ嫌われているのかという話や視聴者の声、嫌われエピソードやクズ話なんかも紹介していくぜ。楽しみだね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、しんのすけ。最初のキャラクターはしんのすけだ。え、いきなりの嫌われキャラが主人公のしんちゃんなの？ああ、本名野原しんのすけ、野原家の長男でクレヨンしんちゃんのシンボル的存在だが、周囲の人のことをほとんど考えずに行動して散々迷惑をかけたり、怒られてもどこか他人事だったりする性格で、結果的に相手の怒りを大きくしてしまい、それを見ている人も一緒にイライラしてしまうんだぜ。作中屈指のトラブルメーカーと言われているな。確かにミサイを小馬鹿にすることも多いし、見てるとイライラすることもあるよね。そしてしんのすけの特徴とも言える下ネタや女好きの性格なんだが、これが受け付けないという人も多いんだ。もし自分の子がお尻出してお姉さんと言ってたら嫌だとか、こんな子に育ってほしくないなど、自分の子供だったら嫌だという声が目立ったな。他にも坊主頭のくせに意外とナルシストで気持ち悪いとか、風間くんの耳に息を吹きかけるのはセクハラとかいう声もあったぜ。そうなんだね、てっきり大人も子供と一緒に楽しんで見てるアニメだと思ってたよ。もちろん人気アニメに変わりはないんだが、実はアニメクレヨンしんちゃんは子供に見せたくないテレビ1位の常連なんだ。そうなの？ああ、噂ではあまりのクレームに政府が規制をかけようとしたこともあるとか。自分が見る分には面白いで終わるけど、子供に与える影響を考えると親だったら確かにあまり見せたくないかもしれないね。2、ひまわり。次の嫌われキャラはひまわりだ。本名野原ひまわり、知ってると思うがひまわりはしんちゃんの妹だな。ミサイに似て光るものとイケメンが大好きな0歳の赤ちゃんだ。また意外なキャラクターだね。まだ赤ちゃんだし喋ったりもしないよね。そうだな、タヤとかアーとかいわゆる喃語しか喋らないな。そんなひまわりが嫌われる理由としては、イケメンの前ではメス全開で都合のいい時だけ赤ちゃんずらしてる気がして可愛げがない。しんちゃんや両親をバカにしている場面もあって嫌だ。ずる賢い。白を奴隷のように使っていて白がかわいそう。というものがあるな。あととにかく光るものが好きでしんのすけの靴を買いに行った時も、キラキラ光るブーツをミサイが試着した際、そのブーツが欲しくてミサイの髪を引っ張ったり、中敷きの包装にイケメンがいたらそれをベロベロに舐めてよだれまみれにしてしまったり、欲望のままに動いてばかりだったな。純真無垢という言葉とはかけ離れた欲にまみれた行動だね。この赤ちゃんらしくない行動が嫌われる原因なのかもな。3、ねねちゃん親子。次の嫌われキャラはねねちゃん親子だ。本名桜だねね、しんちゃんと同じく双葉幼稚園に通っている友達だな。ねねちゃんといえばリアルおままごとだよね。そうだな、毎回しんのすけや他の子を誘うけど、そのあまりにドロドロで昼ドラのような設定と膨大な台本のせいでみんなに嫌がられてるな。そのリアルおままごとごっこに関しても設定がブラックすぎると話題になってるぜ。リアルおままごとの話をするといつもみんなに逃げられるよね。結局はねねちゃんに捕まってみんなリアルおままごとの餌食になっちゃうんだけど、でもめげずに誘い続けるねねちゃんのメンタルはすごいよね。ねねちゃんは普段は可愛らしい女の子という感じだが、怒るとキャラが表現するからとにかく性格が悪すぎる。わがままで自己中という声が多数で、ドラえもんのスネ夫とジャイアンの悪いとこ取りキャラとも言われてるぜ。特にマサオくんに当たりの強いねねちゃんは、渋っているマサオくんに冷たくやれと命令する冷酷な場面もあるな。スネ夫とジャイアンの悪いとこ取りって最悪な性格じゃ。そしてねねちゃんのママも基本的にはねねちゃんと似たような性格だ。表向きは優しい母親を演じているし我が子であるねねちゃんのことは溺愛してるが、裏の顔はかなり悪くて心の中ではかなりの毒舌だ。遠慮がなくずうずうしいしんちゃんやミサイのことをかなり嫌っているな。山に星を見に行く話では星空を見に来たねねちゃん一家と野原一家が偶然会うんだが、ねねちゃんのパパが買った高い天体望遠鏡を、ねねちゃんが見る前にしんちゃんが見てしまって、挙句の果てには何度も倒しそうになったり、せっかく用意した高いコーヒーをミサイとヒロシに全部飲み干されてしまったりで、終始イライラしっぱなしのねねちゃんのママが、最後隠れてウサギを殴ってその音が山中に響き渡るという話だ。ねねちゃんのママはこのように何かイライラすることがあると、通称殴られウサギを殴るんだが、これがねねちゃんにも受け継がれているな。あのウサギを殴るシーンだよね、最初に見た時は衝撃的だったな。いつも殴られているウサギを見るとかわいそうになるね。そうだな。
実はこのウサギをテーマにした話もいくつかあるんだが、どれもホラー要素満載の話ばかりだ。ウサギが自分の顔を殴っていたり、ネネちゃんがウサギに追いかけられる悪夢にうなされて起きると、そこにいなかったはずのウサギがベッドにいたり、いつかネネちゃん親子が本当にウサギに復讐されそうで怖い。4、マサオくん。次の嫌われキャラはマサオくんだ。本名佐藤マサオ。マサオくんはネネちゃんと同様双葉幼稚園に通っているしんのすけの友達だ。気弱ですぐ泣く性格のマサオくんだが、泣いて割れを通すことも多いんだ。遠足のおやつを買うぞという話では遠足のお菓子をしんちゃんと買いに行くんだが、マサオくんがお金を落としてしまうんだ。泣きわめくマサオくんを見かねたしんちゃんがお釣りのお金で立て替えてあげるんだが、お釣りを使い込んだとミサエに勘違いされてこっぴどく叱られてしまうという話だ。しんちゃん、せっかく助けてあげたのに不憫だね。それにイチゴを美味しく食べたいぞという話では、ネネちゃんの家でイチゴを食べるときに、大きさや個数が違うとネネちゃんのママに泣いてクレーム。その上スプーンで潰して牛乳をかけて食べたい。スプーンは普通のスプーンじゃダメなんだ、とわがままを言うんだ。その一見気弱そうに見えて自分の意見を主張するわがままな性格は、かなり貧粛を買っていて、泣けばいいと思ってるところがやだ。わがままで嫌い。といった意見が多い。あとは普段臆病なマサオくんだが調子に乗るとうざいという意見もあるぜ。クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲という映画では、敵に追われている時にネネちゃんのやれという命令により、マサオくんが幼稚園バスを運転することになってしまうんだが、最初はビクビクしていたマサオくんが敵がバスにかなわないとわかると途端に強気の顔になり、ぶっ飛ばすぜ、ベイビー、と言って次々に敵の車にぶつかって倒していくんだ。このシーンはかなり有名だよね。このシーンを使った動画を見たことがあるよ。ああ、いろいろな人が素材として使っているな。このマサオくんの表情が絶妙にうざいと話題になっていたんだぜ。泣き虫なのにわがままですぐ調子に乗る性格がマサオくんが嫌われる理由だな。それと同じ幼稚園のアイちゃんが大好きで、アイちゃんに好かれるためには瞬時に意見を変えるところもうざいと言われているんだぜ。確かにそれはうざい。5、アイちゃん。次の嫌われキャラはアイちゃんだ。本名す乙女アイ、しんちゃんや他のみんなと同じ双葉幼稚園に通う女の子だ。お金持ちのお嬢様でその可愛さに他の園児たちはメロメロで、自分でもそれをわかっているから、恋に落ちた男の子たちを次々と持て遊んでいたんだ。なんて魔性の女なの。5歳なのに恐ろしいね。今までたくさんの男の子を虜にしてきたアイちゃんだが、そんなアイちゃんに唯一なびかなかったのがしんちゃんだ。はじめはそんなしんちゃんをなんとか振り向かせようといろいろと策を練って誘惑していたんだが、ある時しんちゃんにおら子供には興味がありません。とっぱり言われたアイちゃんは、逆にこれがきっかけでしんちゃんに恋をしてしまうんだ。今まで自分を好きな男の子としか出会ってこなかったから、新鮮でぐっと来ちゃったのかもね。幼稚園児だけど、私もなんかわかる気がするな。霊夢の何気ないモテる女アピールが鼻につくんだが、まあいい、続けるぜ。そしてなんとかしんちゃんに好かれようといろいろ動くんだが、それがとにかく金と側近の黒い層を利用したやり方で、下心見え見えで子供らしくないと言われているな。同じように金の力を使って野原一家にも取り入ろうとする姑息なところもある。側近の黒磯が愛ちゃんをたしなめても黒磯の弱みを握り脅迫してくるし、5歳児とは思えない腹黒い部分もあるな。6、ミッチー&ヨシリン。次の嫌われキャラはミッチー&ヨシリンだ。本名鳩ヶ谷ミッチー鳩ヶ谷ヨシリン。野原一家の近所に住む新婚夫婦で、野原一家に迷惑ばかりかける鬱陶しい存在だな。本名もミッチーとヨシリンなんだ。名字は出てきたことがあるみたいだが、下の名前はミッチーヨシリンとしか呼ばれてないみたいだな。公式ホームページでもヨシリン&ミッチーと出ているぜ。この二人のことはヒロシとミサエもかなり嫌っていて、自己中迷惑カップル、疫病神と散々な言いようだ。とにかくズうずうしくて人の迷惑を考えない二人は視聴者にもかなりうざいと思われているな。納豆に卵を入れるかどうかとか耳掃除は綿棒か耳かきかなんて、どうでもいいことでしょっちゅう喧嘩をしてその度に野原家に転がり込んでくるし、しかもすき焼きや焼肉など豪華な食事の時は決まって上がり込んで、金も払わず肉だけ食べるだけ食べて帰っていったり。迷惑でしかないね。現実でこんな人たちがご近所さんだったらトラブルになりそう。確実になるだろうな。あとは餅つきやドライブ旅行なんかの家族水入らずのイベントにも強引に参加してきたり、ヒロシとミサエにとってはかなりうざい存在だ。そんなヒロシとミサエに共感してミッチーとヨシリンを嫌いになる人が多いんだね。そうだろうな、ネットでも。ヒロシとミサエがかわいそう。本編で唯一不快に感じるキャラ。もう出てこないでほしい。と散々な言われようだ。ミッチー&ヨシリン登場会は漏れなくイライラするという人もいたぞ。めちゃくちゃ嫌われてるじゃない。7、隣のおばさん。
最後の嫌われキャラは隣のおばさんだ。本名北本玲子、野原家の隣に住むおばさんだな。ひまわりを預かってくれたり世話好きのいい面もあるが、勝手に玄関に入ってきたり庭を覗いたりと厚かましい面もあるな。待って、隣のおばさん名前があったんだ。そうだな。原作では少しだけ出てくるがアニメでは表札が出るくらいでほとんど出てこないな。このおばさんはとにかくおしゃべり好きの噂好きで歩くワイドショーとも言われているんだぜ。すごい異名だね。ミサイを家の前に連れ出して夕方まで喋っていたりすることもしばしばだし、時には野原家の庭を覗いて、そこで見聞きした野原家の誤解される行動やしんちゃんから聞いた言葉を鵜呑みにして、その情報を瞬く間に広げて野原一家が笑い者になる原因を作ることも多いんだ。違うんです。ってミサイやヒロシが大慌てして否定してるシーンはよく見るよね。それにしても庭を覗くなんて、噂好きを通り越してストーカーだよ。悪い人ではないんだが、人の家の事情を異常に聞きたがる人ではあるな。今回はクレヨンしんちゃん嫌われキャラ7000というテーマで解説したぜ。霊夢、どうだった？面白かった。さすが大人気アニメの登場人物はどの人も癖が強いね。見ている分には面白いけど本当にいたら、と考えると恐ろしい人ばかりだったよ。とりあえずミッチーヨシリンは絶対近所に引っ越してきてほしくないな。アニメだから楽しく見ていられる部分はあるよな。というわけで今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この解説が良かったと感じてくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。感想やリクエストを気軽にコメントしてもらえると嬉しいぜ。それじゃあ、次回までー。まったねー。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早速だけど今日の解説は何？今日はサザエさんの嫌われキャラ7000というテーマで解説していこうと思ってるんだぜ。サザエさんといえば誰もが認める国民的アニメだよね。そうだな。でもあんなほのぼのアニメで嫌われキャラなんているのかな？それが調べてみるとみんななかなかの嫌われっぷりなんだ。へえ、そうなんだね。今回はそのキャラクターがなぜ嫌われているのか、そのクズエピソードなんかも詳しく解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。1、アナゴ夫妻。まずはアナゴ夫妻だな。アナゴさんは確かマスオさんの同僚だよね。そうだな、作中でもよく飲みに行くほどの仲なんだが、アナゴさんは奥さんの尻に敷かれていてお小遣いもかなり制限されているせいで、マスオさんと飲みに行くとよく金欠になるんだが、そんな時に利用されるのがマスオさんだ。マスオさんを利用？ああ、アナゴさんは奥さんに言えない後ろめたいことがあると、大抵マスオさんを利用してアリバイ工作に使ったりしている。その代表的な回がアナゴさんのバイオリンという回なんだが、この話ではいつものごとく金欠になったアナゴさんが、マスオさんが最近バイオリン教室に通い始めたことに目をつけて、空のバイオリンケースを借りて帰宅するんだ。そして奥さんに、フグタ君と一緒にバイオリン教室に通うことにしたからバイオリンを買った、だから金をくれ、と金をせがみ、怪しまれるも楽器代入学金レッスン代をもらうことに成功するんだぜ。随分思い切った嘘をついたね。バイオリンや入学金なんかを含めるとかなりの額になるよね。そうだな、でもアナゴさんの奥さんはそんな嘘を素直に信じるわけもなく、サザエさんに電話して確認すると、マスオさんのバイオリンは教室に預けているからないと言われて、アナゴさんがいない間にケースを開けると中は空っぽで、カツオのテスト用紙だけが入ってるんだ。これでこのケースがマスオさんのものだと確信した奥さんはそのことをアナゴさんに詰め寄ると、今度は実はフグタ君が新しいバイオリンを買うから古いものを売ってもらった、と嘘を重ねて取り繕うんだ。でも奥さんはそこで当然納得はせず、ついにはバイオリン教室にまで電話してしまうんだ。アナゴさんの奥さんすごい執念だね。なんとかして確固たる証拠をつかみたかったんだね。その後それを問い詰められたアナゴさんはさすがに平謝りするが、おかしいと思ったのよね、三味線みたいな顔して、弾いてあげましょうか、と奥さんの怒りは収まらず、翌朝アナゴさんは絆創膏だらけの顔で出社する羽目になるんだ。あらら、奥さんに三味線に見立てられて引かれたんだね。この回はアナゴさんの金を騙し取るなら嘘を重ねるクズっぷりはもちろん、奥さんの束縛もラハラ&DV 気質も明らかになってるんだぜ。確かに奥さんの追い込み方は少し異常かもしれないね。怪我もさせてるし立派な DV 妻だよ。2、ノリスケ。次の嫌われキャラはノリスケだぜ。ノリスケはサザエさんたちのいとこで出版社に勤務。磯野家の隣に住んでる作家の伊佐坂先生を担当しているな。昔は磯野家に居候していたらしいぜ。それであんなに仲がいいんだね。っていうかノリスケは普段からだらしないしもう大体想像つくけど。まあまあそう言わずに、ノリスケは伊佐坂先生の原稿を取りに来るたびに磯野家に上がり込んでいて昼寝をしたり、ひどい時はビールを飲んだりしてるんだ。完全に休憩所代わりに利用しているね。まあこれだけでも十分クズなんだが、
他にもマスオさんと飲みに行った時にお会計の時にタヌキネイリをかまし、結局マスオさんに支払わせたりしてるな。しかもその時にノリスケが言ったセリフがごちそうさまです。これぞ倹約術ですだ。いやいや、倹約術ならごちそうさまはおかしいでしょ。とんでもないズうずうしさだな。さらに波平に借金したり休日はパチンコに行ったりともうダメ親父の見本のようなやつだな。そして数あるエピソードの中でもサザエさん史上最悪のハイエナ行動と言われたのが、ジェラちゃんとノリスケという回だ。いつものように勝手に磯の家に上がり込んだノリスケは冷蔵庫を漁って、中に入っていたジェラートを、磯の家には似合わないものがあるなと勝手に食べてしまうんだ。それに気づいたタラちゃんは号泣、普段は温厚な船にも怒られてしまう。勝手に食べておきながら似合わないものがあるだなんてどれだけ上から目線なのか、なかなかのクズっぷりだね。ただもっと問題なのは、この回でノリスケがクズだと叩かれた時にサザエさんの脚本家は、ノリスケはもともと厚かましくズうずうしい性格だからそんなに罵倒される行為ではない、と反論しているんだ。確かにノリスケがもともとそんな性格なのは知ってるけど、だからといってクズじゃないというのはちょっと違う気がするな。そうだな。ノリスケの行動は予想の範囲内だけどクズ行動には変わりないもんな。どうしてこんなどうしようもない人が太鼓さんのような女性と結婚できたのか。霊夢、それは誰にもわからないぞ。3、イクラちゃん。次の嫌われキャラはイクラちゃんだ。イクラちゃんはとにかく性格がひどくて子育て失敗説も流れてるくらいなんだが、生理的に無理という声や見てるとイライラするといった声もあるんだぜ。ある掲示板でもイクラちゃんがどうしてもうざい、というスレを立てられていたくらいだ。よほど嫌いだったんだね。そこでの書き込みは、1歳半でおむつ取れてるのはすごいけど、それ以外が壊滅的。計算されたようなわがままでイライラする。子供だから何でも許されると思っているところが気に入らない。といった感じだ。嫌いな人はとことん嫌いな印象だね。そうだな。思い通りにいかないと泣きわめくイクラちゃんをノリスケも爆弾と表現しているぜ。火がつくと誰も止められない。なるほど、かなりぴったりな表現だね。しかも一度敵意を持つと徹底的に根に持つ性格で、自分が騙されたとわかると自分を騙した相手に対して容赦ない仕返しをするんだ。しかもその方法は幼い子供とは思えないほどの手口だったりする。しかし一番の問題はそんなイクラちゃんを注意せず、放置している大人にあると言われているんだ。それがさっき言ってた子育て失敗説ってこと？そういうことだな。確かにこのまま自分のしていることの異常さに気づかず成長してしまったら、と思うと怖いな。良識ある大人にまともな育児をしてもらえることを願うよ。4、タラちゃん。次の嫌われキャラはタラちゃんだ。え、タラちゃんが嫌われてるの？かなり意外だね。サザエさんの息子で一見礼儀正しくいい子のタラちゃんだが、意外にも評判が悪くて嫌いうざいという声も多いんだ。ちなみにある検索エンジンでタラちゃんと検索すると、関連キーワードの一番上に殴りたいと出てくるぜ。本当に？それはかなりびっくり。わがままで甘ったれで磯の家ではマスコット的存在だから、何を言っても許されるのが気に入らないという人もいるな。波平もタラちゃんには甘いよね。そうだな。それに空気が読めず余計なことを言ってしまうのも視聴者がイライラする原因らしい。カツオに黙っててねと言われても簡単に喋ってしまって、結果カツオが怒られるという場面もよく見かけるな。それを悪気なくやってるから立ちが悪いと言われたり、あとは語尾のデスが腹が立つとか走る効果音が耳障りだという人もいたりだな。そこまで、一度嫌いになるとちょっとした言動も嫌になるんだね。最後のはさすがに言いがかりな感じもあるが、全体的にはわがままで甘やかされてるのが嫌いという人が多いかな。5、サザエさん。次の嫌われキャラはサザエさんだ。え、主役のサザエさんが嫌われているの？誰もが知るアニメサザエさんの主人公だけど、主に女性に嫌われる意見が多かったな。自分の両親と同居していて、母親に家事育児を手伝ってもらっているのに働きにも出ず、たまにスーパーのパートに行ったと思ったら2日で辞めてきたり、しかも辞めた時にサザエが言った理由が、体力が持たない、私が働くとタラちゃんが寂しがるだ。いつもカツオを追い回しているから体力はありそうだよね。あと働くとタラちゃんが寂しがるって、これは世の中の働くお母さんからかなり貧粛を買いそうな発言だね。そのくせ家計簿をつけては今月も赤字だわと言っていたりするから、だったら働け、というツッコミをされても仕方がないな。あとサイレンの音がすると何をしていても現場に自転車で駆けつけたり、他人の家の事情に首を突っ込みすぎるヤジ馬根性と、詮索好きは受け付けないという人が多いみたいだな。あと思い込みが強くて、マスオさんがバイク通勤をしようとした時に、バイク通勤は危険と一方的に決めつけて、ある日マスオさんと連絡が取れないと、事故に遭ったのでは、と家族にヒステリックに当たり散らす場面もあるんだ。この一方的な思い込みはよく見られて、何かあるとすぐカツオのせいと決めつけて、
カツオが濡れ衣を着せられることもしばしばだ。カツオが冤罪で怒られているのはよく見る場面だね。6、ナミヘイ。次の嫌われキャラはナミヘイだぜ。ナミヘイはサザエさんたちのお父さんで磯野家の一家の大黒柱だよね。そうだな。そんなナミヘイだが古き日本の父親像そのもので、亭主関白と偏見の塊と嫌われてるんだ。カツオを断るごとに叱りつけて、飲みに行ってもお茶漬けを作らせるためだけに船を遅くまで待たせたりするしな。そういえば船はナミヘイが飲んで帰って遅くなる時でも起きて待ってるよね。ああ、あとファミレスに家族みんなで行った時に行列を待つのが嫌だと言い出したナミヘイは、船を連れて勝手に帰り帰宅後船に食事を用意させるんだ。そのモラハラはさすがにひどい。船だって外食したかっただろうにね。強引に連れて帰らされて、食事の用意までしなきゃいけないなんて私なら我慢できないな。ナミヘイは男尊女卑発言もたくさんあって、男が家事をできたところで何の自慢にもならない。男が編み物なんて嘆かわしいといった発言や、清掃員に間違われて激怒するといった、清掃員を下に見た行動なんかも見られるな。SNS に投稿したら即炎上しそうなくらい偏見がすごいね。確かに今の考えとは明らかにかけ離れた時代遅れの発言ばかりだな。あとナミヘイ批判が殺到した回で息子の説教という回があるんだ。これはいたずらが発覚すると、いつも自分が疑われることに腹を立てていたカツオが、ワカメにいたずらをさせてナミヘイの反応を待つんだ。案の定カツオの仕業だと思ったナミヘイはカツオを怒鳴ると、カツオは家族みんなを集めて、ワカメがしたいたずらを確かめもしないで真っ先に僕が疑われるんだ、と抗議。しかしナミヘイは謝るどころか、わしを責める前に怒られるようなことを専用にするのが先だと、カツオの抗議を一蹴してしまうんだ。これにはネットでも、まず謝れハゲ。逆に怒るとはクズだな。開き直りやがった。と批判が殺到したんだ。これはカツオがかわいそうだね。しかも違うと訴えても謝ってももらえないなんて、頑固親父だからしょうがないのかな。頑固親父と意固地なのは別だからな。自分が間違っていると分かったら潔く間違いを認めることも大切だな。7、堀川くん。最後の嫌われキャラはお待ちかねの堀川くんだ。サザエさんのキャラの中でも最強のサイコパスと呼び声高い堀川くんなんだが、霊夢は知ってるか？もちろんだよ、ワカメちゃんの同級生だよね。堀川くんが登場する回はいつもネット上がざわつくよね。そうだな。中には堀川くんを見るためにサザエさんを見ているという人もいるくらいだ。堀川くんは嫌われているというより、サイコパスすぎて視聴者にドン引きされていることがほとんどだが、今回その数あるエピソードの中でも、堀川くんの卵と堀川くんの弟という回を紹介していくぜ。まず堀川くんの卵という回だ。これは磯野家にやってきてひよこの写真をワカメに見せた堀川くんが、ひよこにワカメという名前をつけた。ひよこが大きくなって卵を産んだら真っ先に人間のワカメちゃんに食べてもらうと、笑顔で話すという話だ。うわぁ、私がワカメちゃんだったら引くわぁ。その笑顔が逆に狂気を引き立ててるね。それと堀川くんの弟という回だ。これは視聴者の中でも史上最悪のサイコパス回と言われているんだ。ある日学校で堀川くんは僕の弟という作文を3枚発表するんだ。堀川くんに弟がいたんだね。知らなかったよ。それがだな、その弟というのは実は壁の染みのことなんだ。は？え？何々意味がわからないんだけど。堀川くんはその壁についた染みに平吉と名付けてキャッチボールをしていたんだ。それはさすがにドン引きだよ。怖すぎる。あれ？しかもその弟について作文3枚書いたって言ってたよね。あわわわ。霊夢落ち着け。それって周りのみんなはおかしいと思わないの？さすがにカツオは堀川くんがおかしくなった、とみんなに訴えるんだけど、他のみんなは全く動じないんだ。他にも無断で磯野家の縁の下に忍び込んでオタマジャクシを育てようとしたり、ナミヘイとカツオを敬愛しててナミヘイの写真を机に貼ったり、カツオと赤い糸で結ばれてると言ったり、風邪をひいたワカメちゃんに、本当に風邪をひいてよかったねという手紙を書いたり、待って、さすがにキャパオーバーだよ。こんな感じで堀川くんのエピソードは無限にあるんだ。堀川くんが登場する回はほぼサイコパス回と言っても過言ではないな。参りました。ということで今回はサザエさん嫌われキャラ7選を紹介したぜ。霊夢、どうだった？納得のキャラから意外なキャラまでいろいろだったね。でもとりあえず堀川くんはいろんな意味で最強だったよ。まあそれは間違いないな。サザエさんには数多くの嫌われキャラがいるが、エピソードの異質さは堀川くんが群を抜いてる感じだな。堀川くんのようなキャラが本当にいたらと考えると恐怖すら感じるよ。ということで今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この解説が良かったと感じてくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。感想やリクエストを気軽にコメントしてもらえると嬉しいぜ。それじゃ、次回まで。またねー。
こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんなお話なの？今回はドラえもんの嫌われキャラ5選についてだ。国民的アニメのドラえもんには個性豊かな人物が多く、中には視聴者から嫌われているキャラもいるぜ。ここでは特に嫌いと声の多いキャラたちの嫌われ要素や、クズエピソードについて紹介していくぜ。一体誰が登場するのかな？それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ジャイアン、まず一人目はジャイアンだ。何かにつけて殴ってきそう、威張っている、との声が多く、ジャイアンの母ちゃんと同様に暴力的な性格が嫌われてるようだ。またリサイタルの強制参加やまずい手料理を振る舞うなどの、迷惑行為を指摘する声も聞かれているぜ。ジャイアンといえば映画ではいいやつになるけれど、普段のアニメではあまりにも行いがひどすぎるもんね。買ったばかりのバットの殴り具合を試させろと、野球バットを片手にスネを追いかけ回したこともあるぜ。ひどすぎる。また俺に逆らう者は死刑と高笑い。逆らったのび太に対し、二度と俺に逆らうなと、ボコボコにしたこともあるぜ。気に入らないことがあれば暴力でねじ伏せて、暴力でのび太たちを、自分の思い通りにさせているよな。あの暴君っぷりが嫌われる原因に間違いないね。迷惑行為というのは？迷惑行為というのはリサイタルのことで、ジャイアンは自らリサイタルを開き、のび太たちを強制参加させて歌を聴かせる。うわぁ。本人は善意のつもりでやっているらしいが場合によっては入場料を取り、ジャイアンの手料理を強引に食べさせられることも。ジャイアンの手料理ってもしかしてかの有名なジャイアンシチュー？まさにそれだ。もともとジャイアンシチューの回で披露された手料理がパワーアップし、恐怖のディナーショーの回で再登場。ジャイアンシチューではひき肉やたくあん、塩辛ジャム、煮干し、大福が入っており、恐怖のディナーショーではたくあんやジャム、味噌、そしてセミの抜け殻が入っているというゲテモノ料理だ。リサイタルに無理やり招待されて入場料まで取られた挙句、こんな料理まで食べさせられるとか地獄でしかないね。まさに地獄のようなイベントだが、直前にシチューを味見したジャイアンが、まさかの気絶、そのまま病院送りになったためディナーショーは中止になったそうだぜ。中止になってよかった。でも、なかなか迷惑だね。エピソードによっては頼りになる良いやつかもしれないが、実際にジャイアンみたいな奴が身近にいたら嫌だよな。ジャイアンの母ちゃん。二人目はジャイアンの母ちゃんだ。ジャイアン同様に暴力的なところが嫌われているようだぜ。ふむふむ。実際にヒステリック、怖いなどの声がある。確かにジャイアンの母ちゃんはジャイアンによくげんこつをしているよね。ジャイアンの家は個人商店を営んでおり、ジャイアンの母ちゃんが店主をしているようだ。放課後はいつもジャイアンに店番や配達などの手伝いをさせ、サボった時は原骨や平手打ちなどの暴力を振るう。ジャイアンだって放課後はみんなと同じように遊びたいよね。たまにサボったくらいで体罰なんてひどいなぁ。俺に怖いものはない？母ちゃん意外と答えるくらい。ジャイアンは母ちゃんを恐れているようだぜ。またジャイアンの母ちゃんは暴力だけではなく、ジャイアンに厳しい言葉も浴びせる。へぇ、どんなことを言うの？手伝いばかりさせられたジャイアンは嫌になり、子供にだって人権はある、俺は母ちゃんの奴隷じゃない、と泣きながら訴えた。そこで母ちゃんは握り拳でジャイアンの方を殴りながら、そんなセリフは奴隷みたいに働いてから言うことよときしゃり。ジャイアンかわいそう。ジャイアンは自由に放課後を過ごせず、暴力で支配する母親にもストレスを感じているに違いない。そしてストレス発散のためにのび太をいじめるのでは？とも言われているぜ。ジャイアンの性格に難がある原因として母親の暴力が挙げられ、これも嫌われる要因になっているようだ。なるほど、あのジャイアンの性格は母ちゃんのせいでもあるんだね。確かにストレスが溜まりそうだもんね。しかしジャイアンの母ちゃんは理不尽に怒っているわけではないようだ。ジャイアンがきちんと店番をした後なら、遊びに行っといでと優しく送り出す一面もある。またジャイアンが拗ねた時には、たけしは私の大切な息子だよと慰めるシーンもあるぜ。ただ暴力的なだけかと思っていたけれど、愛情深いんだね。ガキ大将のしつけには、母ちゃんのような強さも必要なのかもしれない。しかし暴力は良くないし、嫌われる要素があるのは確かだな。のび太のママ。さて、3人目の嫌われキャラはのび太のママだ。さっきのジャイアンの母ちゃんに比べるとあまり強烈な印象がなさそうだけど、のび太のママはどういうところが嫌われているの？ヒステリック、理不尽、勝手に物を捨てる、勉強しろとうるさい、などの理由で嫌いだという声があるぜ。ほう。具体的なエピソードは？まずのび太のママは急にヒステリックになることがある。夫婦喧嘩になった時はのび太に八つ当たりしたこともあるぜ。うわぁ、それはひどい。また動物嫌いのママは、のび太が捨て犬などを拾ってくるたびに、捨ててらっしゃいとキーキー大騒ぎ。動物を飼うのは責任も伴うから簡単には OK できないのはわかる。しかしママの場合は言い方がきついんだよな。
のび太の気持ちも少しは考えてあげてほしいよね。そして幸せ保険機という回では、ママの理不尽なエピソードがある。掃除中にのび太の大切なプラモデルを壊してしまったまま、謝るどころかそこらに放り出しておくのが悪いとのび太を叱りつけたんだぜ。すごい毒をやっぷりだね。それからのび太のママは、のび太の私物を勝手に捨てるところも、嫌われる要素の一つだ。今までどんなものを捨てたの？邪魔という理由でドラえもんのもしもボックスを捨てたエピソードがあるぜ。他にものび太が自分の小遣いで買った漫画や、スネ夫から借りた漫画も勝手に捨てている。漫画イコール悪だと思っているのかな？でも断りもなく捨てるのはダメだよね。勉強については？ことあるごとに宿題は？勉強しなさいとガミガミうるさいまま。説教時間は平均1時間と言われており、のび太も天才になれる？の回では、最長記録2時間を叩き出したぜ。2時間も説教ってすごいね。しかも夏休みの宿題を終えたのび太を信用せず、机に座らせ続けたこともあったぜ。ママのひどいところはただ叱りつけるだけで、のび太に勉強を教えようとしないところだよな。確かに感情に任せてガミガミ言っているだけで、アドバイスとかは何もしないよね。同じく嫌われキャラのジャイアンの母ちゃんと比べて、のび太のママは子供への愛情を感じないな。しかしこんなママだが連載当初は優しかったようだ。混乱して暴れるのび太をなだめ、余計な心配はしないでのびのび育ってねと優しく受け止めていたぜ。今のママの姿からは信じられない。今はすっかり毒親キャラが定着してしまったよな。のび太のママは強烈なエピソードも多く嫌われやすいかもな。出来すぎくん。続いて4人目の嫌われキャラは出来すぎくんだ。出来すぎくん、特にやらかしていないし、嫌われる要素がなさそうだけど。出来すぎくんは何でも出来すぎだから、なんかつまらなそう。という理由で嫌われているらしいぜ。他のキャラの嫌われる理由については納得だけど、出来すぎくんに関してはちょっとかわいそう。明らかに非があって嫌われる他のキャラと違い、出来すぎくんの場合は嫌われ方が異なるようだな。出来すぎくんは名前の通り、彼は本当に何でもこなしてしまう。勉強もできてスポーツも万能、料理も上手らしくおまけに誠実でイケメンという、欠点が見当たらない優等生だ。ふむふむ、しかもこんなに優等生だが、ただのガリ勉というわけでもなく、友達とゲームをしたり、誘いがあればのび太たちと仲良く遊ぶ。出来すぎくん普通にすごいし良い人、一体これのどこに嫌われる要素があるの？何でも出来すぎるという部分が嫌われているようだぜ。どういうこと？きっと嫉妬もあるのだろう。例えばのび太は何でもこなす上に性格まで良い出来すぎくんを、いいやつと認めながらも嫉妬している。気弱なのび太に感情移入をしたり安心感を覚える人にとっては、出来すぎくんは嫉妬の対象になるかもな。なるほど。じゃあ、つまらなそうという意見は？欠点がなさすぎて、人間味がないから退屈に感じるのだろう。キャラとしてはのび太の方が人間味があって、魅力的に見える人もいるかもしれないな。確かに完璧すぎる人は面白みに欠けるかもしれないね。でもさっき解説にあったようにガリ勉というわけではなく、出来すぎくんは普通に楽しく遊ぶんだよね。そうだな。ジャイアンやスネ夫とジオラマ撮影に熱中したり、のび太たちとキャンプへ出かけたりしているぜ。それにのび太の結婚前夜での前夜祭のやりとりを見ていると、のび太たちとその後も友情を育んでいたのがわかるよな。出来すぎくんは視聴者的にはつまらないけれど、のび太たちとは長年楽しく付き合っていたみたいだね。じゃあ出来すぎくんは特に欠点はないのかな？出来すぎくんの欠点を挙げるとすれば、無意識に嫌味を言うことかもしれないな。例えば今日の宿題は難しい、夜までかかるという会話に、あんなの簡単だよと返してしまったことがあるぜ。うわ、それはイラッとする人はいるかもね。出来すぎくんはナチュラルな嫌味や、完璧すぎて魅力がないところが嫌われる原因かな。スネ夫。さて最後の嫌われキャラはスネ夫だ。すべてが嫌味ったらしい、自慢が鬱陶しい。映画でも良いところなし、ジャイアンの腰巾着。と言われたい放題だぜ。いや、辛辣。金持ちなスネ夫は嫌味で自慢ばかり。コネで手に入れた高級品などを自慢しつつ、悪いなのび太、これは三人用なんだと、のび太だけ仲間外れにするのが定番だ。確かにこれは意地悪だね。視聴者から反感を買うのもうなずけるよ。またスネ夫はアニメはもちろん、映画でも良いところがない。アニメでは弱気なのび太が映画では勇敢になり、意地悪なジャイアンは頼りがいのあるいいやつになるよな。しかしスネ夫はヘタレのままだし、たびたび悪に体を乗っ取られのび太たちに危害を加えることがある。ほう、スネ夫の良いところや見せ場はないの？ラジコンの扱いやプラモデルの制作が得意らしく、それらの技術を活かして仲間をサポートすることもあるようだぜ。一応スネ夫にも見せ場があるんだ。でも他のキャラよりも圧倒的に長所やギャップがないせいか、余計に嫌なやつとして際立っているよね。
またスネ夫は長いものに巻かれるタイプであり、それを嫌う人もいるぜ。スネ夫は口出し屋で容量が良いため、ジャイアンや大人など強い人には、おべっかを使ったり調子のいいことを言ったりする。よく言えば世渡り上手なんだね。スネ夫の容量の良さとして、こんなエピソードがあるぜ。のび太とスネ夫相手に催眠術をかけようとしたジャイアン。当然のようにかかるはずがないが、スネ夫はかかったふりをする。それで？かかるわけがないと笑ったのび太がジャイアンにボコボコにされる姿を見て、かかったふりをすればよいのに、バカだなと言い放つスネ夫。容量の良さは機械機かもしれないね。しかしスネ夫の場合は相手によって態度をガラッと変えるから、より尺に触るのかもしれないな。ということで今回は、ドラえもんの嫌われキャラ5選について紹介したぜ。ジャイアンや母ちゃんはなんだかんだ言って情に熱くていいキャラだけど、実際身近にいたら一番嫌かも。それとスネ夫は嫌みったらしくて権力者の腰巾着なところが、実社会にもいそうで、妙にリアルだなと思ったよ。スネ夫については実際に、こういう人がリアルに結構いるという意見もあったぜ。へえ、実在する人物と重ねて嫌う人もいそうだね。そうだな。みんなは嫌われキャラたちについてどう思う？ぜひコメント欄に書いて教えてね。今回も見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしくな。それじゃあ、またね。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが霊夢、ちびまる子ちゃんといえば、言わずもがな国民的大人気アニメだが、サザエさんと並んで週明けの活力をもらえるとともに、休みが終わってしまう虚しさを感じるアニメだよな。まあそうだけど、突然どうしたの？こんなに長きにわたって日曜日のお茶の間を支えているなんてすごいなと思ってさ。そうだね。まるちゃんたち個性豊かなキャラクターが人気の秘訣だよね。そうだよな。しかし、そんな人気キャラたちでも嫌われキャラがいると言われているんだぜ。え、そうなの？何でも話し方がうざい、性格悪すぎなど酷評が飛び交っているようだ。信じられない。ってことでちびまる子ちゃんの嫌われキャラ9選を解説していくぜ。聞きたくないけど気になる。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、桜桃子。まず一人目はなんと桜桃子が嫌われキャラとして登場だぜ。ちょっと待って、いきなり主人公が登場しちゃうの？ああ、霊夢の言うように桜桃子といえば、ちびまる子ちゃんの主人公であり、作者桜桃子さんの幼い頃を描いたキャラクターとして有名だよな。お笑いが大好きで、いつも元気なひょうきん娘といった感じだわ。クラスのムードメーカー的存在でもあるまる子のどこが嫌われているの？と思ってしまうところだが、まる子は非常にマイペースでだらしがなくずる賢さに関しては天下一品だ。おまけに朝に弱いまる子は朝寝坊の常習犯なんだが、頭が痛いと嘘をついて学校をサボろうとしたり、母すみれのお菓子を食べてしまった際には、仮病を使ってそのお菓子を買いに行こうとする始末だ。まるちゃんって小学校3年生だよね？お母さんのお菓子を食べちゃった件に関しては、なんだか可愛いなぁと思ってしまうけれど、若干9歳で仮病を使って買いに行こうとするとはさすがだね。そうだろ？さらにまる子といえば筋金入りの怠け癖があり、夏休みの宿題に手をつけないまま最終日を迎え、家族全員に泣きついて協力を求めるのがお決まりなんだ。その光景、見たことあるわ。特に姉の咲子には一生のお願いと頼み込んでいるわよね。一生のお願いのはずが、何度となく繰り出されるという軽薄加減だ。何度もしていたのね。さすがまるちゃん。そしてまる子のずる賢い思惑にまんまとハマってしまう人物といえば、祖父の友蔵なわけだが、寿司屋に行き、ここぞとばかりにウニやイクラなど高いネタばかり頼み、7万5000円もお金を使わせたんだぜ。な、7万5000円。それはずる賢い通り越してずうずうしいわね。そんなまる子の性格に視聴者からは、自分が悪いくせにすぐ家族に泣きつくところが嫌い、友蔵はお前の ATM じゃねえんだぞ、など実に辛辣な意見が並んでいる模様。おまけに話し方がおばさん臭くて嫌い、なんて声も多く上がっていて、主人公ながら驚きの嫌われ具合なんだぜ。あの話し方が可愛いのに。に、関口くん。まる子のクラスメイトで関口という男を知っているだろ？知っているわ、クラスのトラブルメーカーでいじめっ子なのよね。ある日、山田の絵を取り上げた関口は、まる子に取り返されたことに腹を立てまる子の絵を剥奪。そのことを先生に怒られたのだが、なんとまる子の絵を破ってしまったんだぜ。え、なんて乱暴なの？その乱暴さが強烈に書かれたエピソードとして、たかしくんへのいじめがあるのだが、そのいじめっ子という点で、関口は視聴者から非常に嫌われているんだぜ。それ知っているわ、あのエピソードは本当に最低だったもの。そうだよな。たかしくんがある日遅刻してきたことに対し、同じくクラスメイトの佐々木と共にヘッドロックをかけて振り回したんだよな。そうよ。
たかしくんは確かに遅刻をよくする生徒だけど、いじめの理由にはならないわ。翌日もその翌日も乱暴は続き、お母さんお手製の給食袋を何度も踏みつけたり、牛乳を飲むとお腹が痛くなってしまうたかしくんに無理やり牛乳を飲ませたりと、うじうじした態度がムカつくなど理不尽かつ身勝手な理由でいじめ続けたんだよな。最低だわ。さらに止めに入った丸子を叩き、その弾みでロッカーの取っ手に頭をぶつけて流血させてしまったんだ。確か原作では掲示板の金具のフックにぶつけていたのよね。いずれにしてもひどすぎる。普段からいたずら好きでクラスメイトにちょっかいばかりかけている関口だが、このたかしくんと丸子への行動で一気に嫌われ者キャラへ転落。人として最低、もはや犯罪、登場しないでほしいなど、顔も見たくないレベルの嫌われ模様なんだぜ。当然だよ。長沢くんのお家が火事になった時には家族全員助かってよかったと声をかけたり、クラス対抗リレーで転んでしまった丸子にはまた来年頑張ればいいと言ったり、いいやつだと思っていたのに、いいところもあるんだよな。しかしこの乱暴さでは、もはや挽回不可能といったところだろう。3. 山根くん。続いては胃腸弱い系男子山根くんだぜ。胃腸弱い系男子なんて言葉初めて聞いたわ。でも確かに山根くんは、緊張したり不安なことがあるとすぐにお腹が痛くなってしまうのよね。一見器用な繊細ボーイに見える山根だが、藤木には当たりが強かったりと、陰険な一面が垣間見えるんだぜ。前の山根くんは確かにそんな印象もあったけど、最近の山根くんは藤木のことかばったり、優しいと思うけどな。まあそうなんだがそれだけではない軽快な一面も持っていて、おじの影響で丸子たちの手相を占った際には、丸子は運が悪く、長沢は事故中。藤木に至っては40歳で亡くなると言われ、右輪と前田は一生結婚ができないと言い放ったんだ。ちょっと、KY どころの騒ぎじゃないわね。当然みんなに謝る羽目になったわけだが、丸子のアドバイスがあったとはいえ、仲良しのはずの長沢にだけは謝罪しなかったというなんともカオスな男なんだぜ。山根くんは本当に器用なのかしら?と疑ってしまうほどの神経の太さね。そうだろ、そのこともあり、神経が太いんだか細いんだかわからん。占いだとはいえ、長生きできないだとか結婚できないとか失礼すぎるだろ、と酷評の嵐だ。そんな一面があったとは、驚きだわ。4. 右輪さん。そんな山根に一生結婚できないと断言されてしまった右輪さんも、嫌われキャラとして登場だぜ。それはお気の毒だけど、右輪さんが嫌われキャラだと言われているのは納得してしまうところがあるわ。すぐ怒るしなんというかヒステリックよね。そうだな。真面目で正義感が強い右輪さんは、クラスの学級委員を務めているわけだが、ちょっと、いやだいぶナルシストで、花輪くんのことが大好きなんだよな。花輪くんが他の女の子と話しているだけですごく怒るのよね。悔しい、とハンカチをかじるんだぜ。そうそう、だって花輪くんがファンだと公言している。オードリー・ヘップバーンにも嫉妬していなかった？お、よく知っているな。なんと右輪さんは、彼女に対抗してダイエットまで行っていたんだよな。こんなことを言ったら今にも右輪さんが飛んできそうだが、お世辞にも可愛いとは言えないビジュアルなのに自意識過剰な点、花輪くんにしつこく言い寄る姿に嫌悪感を覚える視聴者が多いようだな。クラスメイトだって話しただけでいちいちやきもち焼かれていたら迷惑だもの。ちびまる子ちゃんといえば、実在モデルがいることで有名な作品だが、右輪さんについて作者の桜桃子さんは、実在モデルはいないと公言していて、その理由としてモデルがいるなんて言ったら怒られると話しているんだぜ。それほど癖が強く嫌われ要素が詰まっているということだね。5. 野口亜美と彼女。右輪さんの上を行く癖強キャラといえば、野口さんの兄藤尾とその彼女柿江じゃないか?そうだね。この二人ほどキャラの強いキャラクターはいないんじゃないかしら?マルコのクラスメイトである野口さんも、物陰からみんなを見ながらクスクス笑っていたりと結構な変わり者ではあるが、大のお笑い好きであることでマルコと意気投合していたり、頭脳明晰でクラスメイトからも一目置かれる存在だよな。兄の藤尾とは違って嫌われ要素はまずないキャラだよね。藤尾は自己中で短気、妹の野口さんをパシリに使うなどとんでもない性格の悪さなんだぜ。それに挨拶をしても無視するし、偉そうなのよね。おまけにソフト野口さん曰く変な顔と言われるビジュアルながら超がつくナルシストで、色付きリップクリームを塗るなど美意識も高い模様だ。確かに藤尾のビジュアルは、お世辞にもかっこいいとは言えないけど、家族に変な顔だと言われてしまうなんてお気の毒ね。そんな藤尾だが、初期の登場時では、電話口の丸子に対して非常に礼儀正しく、丁寧な対応していたそうなんだぜ。そうなの?どうして変わってしまったのかしら?そこに大きく関係しているのが、彼女である柿江の存在なんだ。何でも柿江と登場するようになってから藤尾の性格は悪くなっていったようなんだ。柿江と付き合ってから悪くなったということ?どんな影響力の強さよ。
柿江は野口さんのことをあんた呼ばわりするなど、終始偉そうな様子。周りの人物のことも見下していて、人への迷惑など考えないんだよな。自分たちのことを街のビッグカップルと公言していて、人目をはばからずいつもイチャイチャしているのよね。そこも視聴者から嫌われている要因だな。ただただ気持ち悪い。何がビッグカップルだ。などと、もはや炎上騒ぎとなっている。申し訳ないけどただただ同意してしまったわ。そういえば二人についてマルコはビッグカップルではなく、びっくりカップルと言っていたな。そちらも激しく同意です。6、みどりちゃん。ここまでマルコのクラスメイトや友達の兄などが登場してきたが、友蔵の友人の孫であるみどりちゃんについて解説していくぜ。みどりちゃんってマルちゃんと同い年でものすごく礼儀正しい子だよね。そうそう。その礼儀正しさについてマルコは正しすぎて変と言っているがな。確かに少し変わった子という印象はあるわね。些細なことですぐ泣き出す上に負けず嫌いで、カルタ取りで負けた時には大泣きするんだぜ。すぐ泣くからマルちゃんからも面倒くさがられていたよね。すぐ泣くことが嫌われている要因でもあるが、声が可愛く礼儀正しいことに関しても、批判の声が相次いでいるのだが、その要因として挙げられるのがビジュアルなんだ。その顔ははまじそのもの、髪はクモのように黙々と生えていて、冬田さんと同分類の容姿といったところだな。うん、似てるかも。そしてみどりちゃんといえば学校の行事でスケート教室に訪れた際に、違う学校の行事で訪れていた藤木に出会い一目惚れするのよね。一途に思い続けているんだよな。藤木に対しても敬語を貫くみどりちゃんの性格と、え、なぜ藤木？という不思議な展開に戸惑いを隠せない視聴者もいるようだな。7、長沢くん。マルコのクラスメイトで性格が悪い人物として上位に浮かぶ人物といえば、この方だろう、玉ねぎ頭の長沢くんだぜ。長沢といえば藤木と仲がいいよね。一応親友のようだが、ことあるごとに君は卑怯だと批判し、馬鹿にしているんだよな。そうだったわね。物事を俯瞰して見ているというかひねくれているのよね。なんせ藤木との関係についても友達ではないと言ってしまう始末だからな。さらに職に対して貪欲な小杉についても常に見下し、軽蔑の視線と言動を放っているんだ。藤木と小杉に限らず基本的に人を見下しているから、そこも嫌われる要因なんじゃない？そうだな。これは補足情報だが、長沢はラジオ番組ラジオくんこんばんはで、4度にわたってハガキを読まれている木藤ゲルー氏に勝つべく当初、ペンネームはその名も金玉ねぎ男だったんだ。ちょっと待って、そのネーミングセンスも気になるところだけど、木藤ゲルー氏とは藤木しげるのことかしら？ああ、そうだ。密かに闘志を燃やしていた長沢はうんこを利用しようというコーナーで、うんこを乾燥させて乾燥芋の代わりに食べる、うんこを絵の具に指定を書くという自信満々の渾身の2作で勝負に出たが、まさかの宛先を間違えてハガキは舞い戻り、母に散々育てて、金玉ねぎ男はないと嘆かれるという、最悪のオチで終わってしまったんだ。補足情報にしては内容が濃すぎたわね。8、小杉くん。次は長沢も軽蔑するほどの食いしん坊小杉だぜ。小杉は食いしん坊の域を超えて食に対して意地汚い印象があるわ。その通り、食べ物のこととなると周りが見えなくなり、彼の食欲を止めることは誰にもできないだろう。食べ物のことを話しているだけでも敏感に聞きつけ駆けつけるなど、とにかく食に貪欲。5杯ものご飯を平らげたにもかかわらず、父のご飯を装うとした母から、炊飯器ごと強奪し逃走したり、限定で売られていたうなぎのかば焼きを買うためだけに学校を早退するほどなんだぜ。すごいを通り越してドン引きなんですけど、さらにマルコの家で焼き芋をすることになった際には、火を強くしようとして、勝手に桜家の新聞紙や、幸子の雑誌を持ち出して燃やしてしまったこともあったな。それは怒られるんじゃないの？もちろん、幸子は所持していた半分の本が燃やされてしまい大激怒したんだ。でしょうね。当然よ。小杉が嫌われキャラとして挙げられているのは、もはや怪物、食に対しての情熱が怖いなど、最も同じクラスになりたくない人物としても呼び声が高いんだぜ。作中でも食べ物の話ばかりしているし、食べ物のことになると自己中だからクラスメイトからも嫌われてそう。そうなんだ。一度食べ物のことで、浜地や長沢たちに大声を上げたことがあるのだが、それを機に嫌われ者呼ばわりされているんだ。そうなのね。シンプルに健康的なことも気になるし、食への関心が少し減るといいのにね。9、前田さん。そして最後に紹介するのは前田さんだぜ。前田さんは嫌われ者キャラとして主位を争うほどじゃないかしら？そうなんだ。右は3、冬田さんに並んで謎に正義感が強くすぐに怒る性格だが、特に掃除に関しては、熱くなってしまうようで、掃除をサボるなんぞという生徒がいた日には怒り狂ってしまうんだ。前田さんは掃除係でいつも厳しい目線を向けているのよね。それに掃除に限らず、何か指摘されたり、
思い通りにならないと鼻を真っ赤にして怒るもんね。その姿を見たマルコは大爆笑、一緒に見ていた野口さんも笑い出すほどなんだぜ。確かマルちゃんのお母さんに作ってもらった給食袋を、可愛くないとか言ってなかった？ああ、思ったよりも可愛くないと言ったんだよな。後に祖母と桜家を訪れ、泣きながら謝罪はしたが、人間性を疑うレベルの性格の悪さだよな。前田さんはクラスメイトをはじめ、視聴者からも最も嫌いな人物として、その名を多く挙げられるほどの嫌われ者キャラなんだ。私だったら一生関わらないようにするわ。ということで今回はちびまる子ちゃんの嫌われキャラ9選を解説したぜ。ただでさえ、個性の強いキャラ揃いのちびまる子ちゃんだが、嫌われ者キャラの面々は際立って癖が強かったよな。そうだね。右輪さんや前田さんのように、小学校中学年ならではの正義感の強さはクラスメイトに煙たがられてしまうよね。それに比べて3年生ながら、ひねくれ者で人を見下して生きている長沢には改めて驚いたな。みんないいところもあるんだけど、悪い部分が強烈なだけに知らないこともいっぱいあったわ。藤尾と柿江のように、いいところが見当たらないキャラもいるがな。二人を超えるビッグカップルがいたら見てみたいぜ。ってなわけで今回はここまで。最後までご視聴していただきありがとうございました。面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもくれると嬉しいぜ。それじゃあ、まったねこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はどんなお話なの？今回はジブリ嫌われ主人公5選だ。ジブリ映画のキャラはどれも魅力的だが、一部の人たちから嫌われているキャラもいるようだ。主人公って作品の中心人物だから、嫌われてるってなんかイメージ湧かないな。まあな。ただこの解説を聞けば、きっと考えも変わると思うぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。サツキとメイ。まずは隣のトトロに登場する、サツキとメイの姉妹だ。この姉妹はそれぞれネット上でわがまま、しっかりしすぎているなどの声がある。それでは初めに妹メイについて解説していこう。わがまま、すぐ泣く、そして自分勝手な行動と、わかりやすいほどにイラつく要素が多いメイ。確かにメイは、わがままなエピソードが多いよね。そうだな。例えば姉サツキが学校へ行くシーンだ。母親は入院、父親は仕事で留守番ができないメイは、近所に住むカンタのおばあちゃんの家で待つよう言われる。しかしメイはおばあちゃんの家でおとなしく待っていられず、サツキのいる学校へ来てしまうんだ。ふむふむ。それだけでなく、メイは着席し落書きを始める。メイは大騒ぎはしないものの、いつもの大声で話し始めるんだぜ。年頃のサツキにとっては恥ずかしいだろうね。そして別のシーンでは入院中の母親が、帰ってこられないと知ると、大泣きするメイ。さらに別のシーンでは、母親の病状を電報で受け取ったサツキが、職場にいる父親に伝えるために、電話を所有する本家と急ぐんだが、ふむふむ、メイは待つようにと言われるも、トウモロコシを抱えてサツキの後を追ってしまう。そしてサツキを見失ったメイは迷子に、村中の人々を巻き込みメイの捜索が始まるわけだ。いやあ大事になってきたね。あの時サツキの言いつけを守っていれば、こうはならなかったよな。かなりわがままで自分勝手だと思うよな。しかし不思議なことに、大人になるにつれ、メイへの見方が変わってくるんだ。どういうことかな？隣のトトロは自身が子供の頃に見たという人が多いだろう。普通子供はわがままを言えば親に叱られるよな。しかしメイはサツキから注意されるが、大人からは許されている。自分は親に叱られて我慢しているのに、わがまま放題のメイが許されることに、視聴者である子供はモヤモヤする。嫉妬ってわけだね。そうだ、何をしても許され可愛がられるメイに対する。嫉妬心から、メイがうざいという感情が芽生えてくるんだ。しかし大人になってから作品を見ると、見方がガラッと変わる。元気で無邪気な末っ子、お母さんとお姉ちゃんが大好きな甘えん坊、と、可愛く思えてくるから不思議だ。甘えたい盛りの子供なら母親に会いたくて、わがままを言いたくなるのもうなずけるよな。確かに、メイが迷子になるシーンでは、退院が長引いた母親に、トウモロコシを届けたい一心で病院を探していたと思うと、けなげで泣けてくるね。人によってはメイがうざいと感じるが、見る年代が変われば捉え方が変わってくるとわかったよな。続いては隣のトトロの姉サツキについてだ。わがままで自分勝手なメイとは反対にしっかり者のサツキ。好感要素しかないと思いきや、意外にも嫌いな人も多い。いい姉だと思うけれど、どういうところが嫌いなのかな？何でもこなす、母にエコひいきされるところが、嫌という意見があるようだぜ。まずは何でもこなすというところだが、12歳にしてはしっかりしすぎているんだよな。ああ確かに、サツキは弁当の用意や洗濯など、家事全般をこなす。さらにメイの世話までするよな。
そして母親のお見舞いに行った時は、母親に呼ばれて髪をとかしてもらっていた。メイが羨ましがっていたよね。サツキのそういう姿を見て、嫌だと思うらしいぜ。しっかり者だし嫌な要素はなさそうだけどね。普通の12歳ならまだまだ子供だし、親に甘えるよな。だが、しっかり者のサツキを見て劣等感を感じる人もいるようだぜ。それとしっかり者のサツキと自分を親などから比較され、いい迷惑と思う人もいるようだ。なるほど。母親に髪を解いてもらうシーンは、優遇される優秀な姉という印象に映ってしまい、サツキのような姉を持つケースは嫌悪感を抱くらしい。しかしサツキは、母親が病気だから、自分がしっかりしなきゃというプレッシャーがあるはずだ。母親がサツキをエコひいきしたのも、普段誰にも甘えることができないからこそ、こういう時だけはという母親の配慮だろう。サツキはとてもいい子だが、人によっては見方が変わってくるから面白いよな。ポニョ。続いては崖の上のポニョのポニョだ。ポニョは気持ち悪い怖いという理由で嫌われているようだ。魚の女の子ポニョは助けてもらった人間の男の子ソウスケに、恋をして、人間になりたいと願うんだ。ふむふむ。はじめは人間のような顔にスカートのようなヒレがついた姿だが、だんだん人間の姿に進化していくポニョ。進化の途中で半魚人のような姿になるのだが、それが気持ち悪いと言われているようだぜ。確かに可愛くはないね。それとポニョが災害を引き起こすから、怖いと言われているようだ。災害？一度は海に連れ戻されたポニョだが、ソウスケに会うために父親の元から脱出。その時に使った魔法により津波を引き起こし、ソウスケの住む家以外は海に沈んでしまう。うわぁ、大災害だね。このポニョが引き起こした津波を見て、2011年の東日本大震災を連想させる人も多くいるようだ。実際にどうしても津波のシーンが苦手。見ていると心臓がえぐられるという声もあるぜ。確かに津波のシーンでフラッシュバックする人は多いだろうね。それとソウスケの母親が勤める施設に、トキというおばあさんが入所しているんだが、ポニョが津波を引き起こす前、トキはポニョを見て、いやだ、人面魚じゃないか。早く海に戻しとくれ。津波を呼ぶよ。と言ったんだ。その後ポニョが時に水をかけると、津波が来たと大パニック。そのシーンだけでも視聴者は当時を思い出して、トラウマになってしまいそうだね。そうなんだ、時のパニックぶりに、心臓がバクバクしてしまう視聴者もいただろう。それから記憶に新しい2022年4月23日発生の、知床観光船沈没事故を連想する人も多いようだぜ。日本テレビ系の金曜ロードショーで崖の上のポニョが、放送されたのは最近だと2022年5月だ。ふむふむ、知床観光船沈没事故から間もない放送ということもあり、知床の後にポニョはアウトだと思う。時期的に放送延期してもよかったかなといった、声も寄せられていたようだぜ。知床観光船は、確かに悲惨な事故だったよね。でも金曜ロードショーの放送は事前に決まっていたと思うし、変更できなかったんじゃないかな。それに一つ一つのニュースに配慮していたら、ポニョに限らず何も放送できなくなっちゃうよね。その通りだ。作品を見て傷つく人がいるのは事実だが、制作者や放送側がそこまで配慮するべきなのか疑問だよな。これは視聴者側がメンタルが不安定になりそうだから、見るのはやめようと自衛すれば済む話だからな。そうだね、物語だと割り切れない場合は、見るのを控えればいいかもね。アレン。続いてはゲド戦記の主人公アレンだ。アレンの表現した表情や声が苦手だと感じる人がいるようだぜ。基本的にイケメンのアレンだが、作中ではよく表情が変わる。これはアレンの中の影が現れたことを意味しているらしい。ふむふむ。その影とはアレンが抱える不安や悩み、国王である父親へのプレッシャーだと考えられる。アレンの心に影が現れるたびに表情が表現するんだが、怖くて受け入れられないと苦手に思う人がいるようだぜ。そういえばアレンは父親を殺すんだよね。ゲド戦記の宮崎吾郎監督は当初母親がアレンを逃がしてあげるというストーリーを考えていたらしい。しかし鈴木敏夫プロデューサーからのこの子は父親を殺しちゃうんだよの言葉でこのシーンができたそうだぜ。へえ、こうしてあのシーンが生まれたんだね。アレンが父親を殺した理由は作中で明かされていないが、宮崎吾郎監督は次のように語っている。アレンは父親を嫌っていたわけではなく、自分が悩んでいた闇の部分や閉塞感に溜まりかねて心が爆発し、暴走してしまったのではないか。なるほど、父親を殺したのも顔が表現するのも、アレンがいろいろな葛藤を抱えていたからなんだね。そんな葛藤や心の闇を表情の変化で表現しているようだが、あまりのアレンの表現っぷりに、引いてしまう人の気持ちもわからなくもない。目をガッと見開いたり、人相の悪い顔になったり、まあちょっと怖いよね。そういえば声が苦手だという意見もあるみたいだけど、
アレンの声優は岡田准一さんが演じているそうだが、声が暗い、顔と声がマッチしていない、という意見もあるようだ。へえ、しかしさすが岡田准一さんだけあって、イケボ、耳が幸せ、という肯定的な意見もたくさんあるぜ。人によって捉え方が随分変わってくるね。話は変わるがゲド戦記には原作があるのを知っているか？ジブリオリジナルじゃないの？知らなかった。ゲド戦記には原作が存在するんだが、なんとこの話には映画の冒頭にあるような、主人公が父親を殺すシーンはないそうだぜ。そうなんだ。それについて原作者は何か言っているのかな？原作者はアレンの父親殺しには動機が見えない。分身がやったという説明が出てくるが納得いかない。とのことだ。原作と映画では内容が違うらしいぜ。へぇ、そうなんだね。ちなみに原作にはオタクという生き物が登場するらしい。オタク？興味湧いてきたかも。興味のある人は原作と映画を比べてみても楽しいかもな。次の嫌われ主人公は誰かな？雫。次は耳を澄ませばの主人公月島雫だ。姉のアドバイスを聞かない、友達の恋愛の邪魔をする。また耳澄ま症候群により雫が嫌われているらしいぜ。さて順を追って解説していこう。まず一つ目。中学3年生の雫は高校受験に向けて、勉強しなければならない時期だ。しかし雫はこんな時にもかかわらず小説を書くのに集中。その結果、学校の成績を大きく落としたわけだ。あらら、それを知った雫の姉は雫に注意するが、雫は高校に進学しないと猛反発。雫の生意気な態度に対し現実逃避をしていると指摘。しかし全く聞く耳を持たない雫の態度に、苛立ちを覚える視聴者も多いようだぜ。せっかく自分のためにアドバイスをしてくれたのに、姉にこんな態度を取るなんて、雫は勝手すぎるもんね。続いて二つ目。雫は友達の優子と杉村の恋愛を邪魔していると言われている。優子はとある男子からラブレターを受け取り、杉村を通して返事の催促をされた。それで？しかし優子は杉村が好きだったから、この一件でショックを受けてしまう。友達のために杉村が返事の催促をするということは、杉村は優子のことを好きではないとわかるもんね。そういうことだ。そしてそのことを知った雫は優子の気持ちに気づかない。杉村に苛立ち、杉村に優子の行為を伝えてしまう。もう、本当に鈍いわね。優子はね、あんたのことが好きなのよと、うわぁ勝手にバラしちゃったんだ。しかもそれだけで終わらず、なんと雫は杉村から逆告白されてしまうんだぜ。いやぁ、バラされた挙句に雫が告白されるなんて、優子がかわいそうだよ。しかも雫は杉村のことを鈍いと批判していたが、雫自身も杉村の気持ちに気づいていないしな。なかなかひどいシーンだね。そして三つ目は耳澄ま症候群だ。耳澄ま症候群とは、爽やかで明るい青春の描写を見て、自身の過去と比べて憂鬱になること。どうやら青春時代にいい思い出がない人ほど、この症候群に陥りやすいらしい。自分もあんな青春を過ごしたかったと、落ち込んだり、なぜかムカついたりしてくるのかな。わかりやすい青春ラブストーリーだから。好きな人は好きだけど、嫌いな人は嫌いかもな。セイタ、最後は蛍の墓に登場する節子の兄セイタだ。戦時中のかわいそうな兄弟の物語だが、セイタは無能でクズなのでは？と批判が集まっているようだぜ。空襲で母親を亡くし、遠い親戚の元に身を寄せたセイタと節子。しかしセイタは働きもせず、親戚のおばさんの手伝いもしない。ふむふむ、それどころか家でゴロゴロしたり節子と遊ぶ始末。そして感謝の気持ちもないセイタは結構ひどいやつだと思わないか？でもセイタが雑炊をおかわりした時、おばさんは、お米を避けるようによそっていたよね。セイタたちに差別をするおばさんもひどいなと思ったんだけど。そうだな、確かにおばさんにも悪いところがあるよな。しかしおばさんも必死だったんだろう。戦時中は食料配給がいつまで続くかわからず、今後我が子にも満足な食事を与えられないかもしれない。そんな状況の中、さほど付き合いのない。親戚の子供を居候させ面倒を見なければならない。うんうん。なのにセイタと来たら可愛げがなく、そのくせ食事はしっかりするから、おばさんも不満が募ったんだろう。なるほど。結局セイタとおばさんは衝突し、もうおばさんのところに戻りたくないと節子が言ったことで、二人は家を出ることを決意。その結果節子は亡くなってしまうが、それもまた、セイタのプライドのせいでは？との声もあるようだ。セイタの父親は出兵中の海軍隊で家庭も裕福だそうだ。遺産は7000円、今で言う約1000万円あったそうだ。へえ、すごいね。セイタが遺産を上手にやりくりしたり、仕事や家事手伝いをしたりおばさんの家で上手に振る舞えば、二人とも生き残れたんじゃないかと思うよな。確かに、ちなみに作者高畑勲監督は、セイタが働かない理由について、
次のようにコメントをしているぜ。社会生活抜きの家庭を築きたかった。周りの大人たちは冷たかったかもしれない。しかし、セイタの方も人とのつながりを積極的に求めるどころか、次々とその機会を捨てていく。セイタは働かないことでおばさんとのつながりを断ち、おばさんの家を出てからも働きもせず節子と過ごしたよな。社会とのつながりも断つことで配給などの必要な情報も得られなかったよね。だから節子は栄養失調で亡くなってしまったんだ。そう考えるとセイタはひどいし批判される理由がよくわかったよ。でもセイタは14歳でまだまだ子供だよね。この時代の14歳は大人として認識されていたようだが、セイタはお坊ちゃんな上、年齢的にも社会経験が乏しい。自由を求めておばさんの家から出たはいいが、その先のことまで考えられなかったんだろうな。しかし母親を亡くしたばかりだから、節子に寂しい思いをさせないように、セイタなりに考えてそばにいたのかもしれないな。ということで今回は、ジブリ嫌われ主人公5選について紹介したぜ。節子の結末を考えると、セイタがこの順位になるのは仕方ないかもね。ちなみに蛍の墓については、子供の頃に見た時は親戚のおばさんが意地悪に思えたが、大人になってから見るとおばさんの気持ちが、理解できるようになったという意見もよく聞くぜ。どれも人気作品のキャラだけど、見る人によっては捉え方が違ってくることがよくわかったよ。みんなはジブリの嫌われ主人公についてどう思う？ぜひコメントに書いて教えてね。今回も見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしくな。それじゃあ、また見てね。